センター適正で総力型、特殊能力にレーザービーム、パワー総力同値で登場。特殊能力は超広角打法。ミート総力同値で登場。3年ぶりに全試合出場。163アンダーでミート型、ライト適正は D に下がった。全同値で登場したが、シーズンは絶不調だった。再びパワー総力同値になった。8月の月間打率4割7分3厘。さらに球団で長嶋原に次ぐ9年連続100安打。人的保障でカープへ移籍。特殊能力の超広角打法は変わらない。再び全同値で登場。出場機会が減少した。 S ランクの登場はなかったが、スタメンの機会が増えてきた。パワー総力同値に戻った。代打打率は驚異の4割4分。今年はミート型で登場。特殊能力に超代打の神様。坂町コンビが懐かしいな。